嗨，大家好，我是甩猫，欢迎收看法咪空谈 Take Club 消失的后继者。我们要继续进入第二章的剧情喽，继续调查。第二章叫做遗言。不用了吧。好，这是站长先生啊，打听一下。光少爷的事情。他不认识啊。那问一下村民好了。村民会知道吗，光少爷？阿基拉，誰じゃそりゃ。流里流气的男人。体の悪そうな男が来とったようじゃが。啊？有没有注意到什么事啊？全ては満月の夜にわかるだ。在满月之夜，水落石出。満月の夜。そうだで、満月の夜だ。又是什么鬼传说啊？好可怕哦！好啦，再叫一下站务员吧。は、何のご用ですか？你有没有注意到什么事情啊？いきなりそう言われましても。没有好啦，那我们直接去林城家吧。又来到这里了。林城家的玄关。おはようございます。早安啊。おはようございます。史莱先生。今に幹事様がお見えです。哦，ご紹介をいたしますので。完治在耶。怪しろ幹事さん、キクさんの甥だったな。没错，他有两个侄子嘛。前にお話しした。没有耶。好吧，直接去找完治先生吧。ご案内いたします。原来长这样啊。幹事様、失礼いたします。探偵。ゆっくりくつろいでおったのに、一体何の用かね。这个人好讨厌哦。初めまして。お邪魔してしまい申し訳ありません。手短に済ませますので、少しお話を伺わせてください。まあよかろう。ここで拒んで、あることないこと言われてはかなわん。好、打听一下。急な事情。急なことで驚いたよ。まだ会長として頑張ってほしかったのだが。わ、好客套話哦。丸治是现在的会长吗？ぶしつけですが、遺言書の内容を教えていただけませんか？拜托告诉我啦。そう来ると思っとったよ。就知道啊。遺言公開の時に取ったメモがある。哦，他有记笔记耶。まあ、見たまえ。では、拝見します。感谢感谢。メモは怪しろ商事のことと。キクさんの個人財産について書かれている。怪しろ商事の会長としてキクが持っていたすべての権利、所有权利、怪しろ家の正当なる後継者の印を持つ怪しろユリに譲られるものとする。百合是谁啊？怪しろユリ。キクの個人財産は半分をユリに、残りの半分を幹事、次郎、アズさんの3名で、怪しろ商事の権利すべて。それ、怪しろユリとは何者なんだ。而且他没来耶。继承人之印啊。我们先问下去好了。わしの息子だが、23にも、都23岁了、还不工作啊。遺言公開の日、アキラさんも来ておられたそうですが。
何？わしは知らんぞ。第一、アキラは遺言公開のことなぞ知らんはずだ。这有鬼啊！这一定有鬼啊！アキラさんは時々キクさんの部屋に出入りをしているのか？当然不是啊。二郎的事情。わしの弟だ。まあそうだな。是工作上的左右手。わしの右手としてよく働いてくれているよ。わしと二郎さえいれば、あやしろ少女は安泰だ。哦，很有自信嘛。那小子哎。ひどい借金で、ずいぶん金に困っているようだ。欠了一屁股债啊。もともとここの遺産を当てにしとった上に、会長やわしにまで借金をしとる。バカなやつだ。哦，原来他跟你们借钱啊。百合是谁？ゆりさんというのは。会長の一人娘だ。独生女。20年前、家を飛び出したまま行方不明だ。超可疑的。20年前就离家出走了耶。キクさんには娘がいたのか。不知所踪。行方不明とは。死啊，还是还活着啊。哎呀，继承人之印啊。後継者の印って。どんなものかは知らんが、綾代家の先代の実の子供や孫といった本家筋の人間だけが手にできるそうだ。わしら分家筋の人間には縁のない代物だよ。そうなれば、古くから屋敷にいる善蔵さんでも知らないか。善蔵先生也不知道。ただし、正当な後継者が現れなかった場合、綾代商事はわしら親族の手によって運営していくことになる。好讨厌哦！好啦，呼叫一下。啊？不行吧？叫不了啊！ここにいるわけがないな。那现在要干嘛？哎？どこかの崖の絵みたいだ。有印象哎。啊？这是我摔下去的地方吧？写真が飾られている。回想一下吧，没有，也没东西。有没有注意到什么事啊？他に菊さんに関して何か気づいたことはありませんか？何もない。善蔵は妙に勘ぐっているようだが、会長は病死だと医者も断定している。可是全村只有一个医生哎。だというのに。他要说谎也可以啊。仕事とはいえ、君もこんな村まで。ご苦労なことだな。君もだろうが、わしも忙しいのだ。会長が亡くなってしまった分、会社を切り盛りせねばならん。讲得好像很委屈。其实很想经营吧。綾代商事はわしに、いや、会社のことはわしと二郎に任せておけばいいんだ。はい、どういったご用でしょうか。問一下百合的事情吧。キクさんにはお嬢さんがいたんですね。はい、まさかユリ様のお名前がキク様の遺言書に書かれていたとは。ユリ様は大変美しく人美心善、心ある好想見他。この家を出られたまま。有啦，已经二十年前的事了。どこにいらっしゃるのかさえ。好怪哦。後継者の印って何なんですか？どんなものか存じません。他不知道。ユリ様が持っておられるのでしょうか？あずさ様は今日もお出かけ。今天也出门了。然后嘞，没有然后了。善蔵さん、怎么了？哈？何か言いたいんだけど、どうしたの？欲言又止。答えづらい理由でもあるんだろうか。为什么不说话？
何か僕にだけ伝えたいことがあるんだろうか。想单独跟我说啊。哦，可以移动了。是菊的卧室啊。前座さん、菊さんの寝室で確認したいことがあるんです。来来来，过来，跟我单独相处吧。私はもういいのか。对，没意义的事了。啊，すみません。確認した後でお聞きしたいことがあるので、お待ちいただけますか。なんだと？まったく、探偵とは自分勝手なものだな。被呛了。前蔵さん、もしかして僕に伝えたいことがあるのでは？あの場では言いづらい何か。想告诉我什么？さすがでございますね。明察秋毫。お見通しでしたか。先ほどは幹事様の手前。有些话不便开口。申し上げにくかったのですが、明様はどうも何度か警察のお世話になられたことがあるようなのです。那就是不良少年啊。警察に？お伝えしたいのはそれだけです。わかりました。幹事さんを待たせていますから早く戻りましょう。好、只能回去了。人を待たせるとは何事だ。有很久吗？またタバコを吸ってしまったわ。原来你会抽烟啊。だから、アキラは遺言公開のことなど。ああ、そうそう。は？言い忘れておったが、遺言書の作成には、洗澡遺嘱の神田も関わっておった。神田啊。ん？神田。他是谁啊？怎么人那么多啊？神田というのはどういう人なのですか？綾代商事の顧問弁護士だ。会長から信頼されておった。わしらもよく相談に乗ってもらっている。もういいかね。わしは忙しいので失礼するぞ。はい、ご協力ありがとうございました。好、吃个蛋好了。还有律师啊。来问一下律师的事情好了。はい。どういったご用でしょうか。神田律师是谁？快点告诉我。神田弁護士というのはどういう人なんですか。綾代家、そして綾代商事の顧問弁護士です。菊様も信頼しておられました。深受菊大人信赖啊。幹事様がおっしゃった通り、遺言公開の場合は。神田様もいらっしゃいました。あ、为什么之前不跟我讲？そういえば、まだ神田様とは会っておられませんね。これといって。ゆりさんや後継者の印についてもっと詳しく知りたいんですが。想要详细了解一下。まあ、他にご存知な方といえば次郎様か。あずさ様ぐらいでしょう。ああ、あずさ様間もなく戻られるはずです。太好了。それとゆり様のことでしたら村人の中にも知っている者がいると思いますが。前蔵さん、ありがとうございました。僕は村に聞き込みに行ってみます。でしたら駅に足を運ばれてはいかがでしょう。又要去车站啊。村人がいるはずです。欸，换成一个老太婆。欸，すみません。あ、村民 B。 少しお話を聞かせていただけませんか。ああ、もしあんたが噂の探偵さんかい。ええよ、何ぞ聞きたいことがあるんじゃろ。为什么都传开了。
好啦，打听一下吧。神田之，哎，不对啊，海河在哪里啊？この村でも評判の美しい人じゃった。呪われた綾代の家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。这个比喻。他会知道吗？綾代家には後継者の印と呼ばれるものがあるそうですが。綾代家の後継者の印だと？絶対超可怕的。そんなもの知らねえが、そりゃきっと何かとてつもなく恐ろしいもんにちげねえ。誰だい？不认识啊。あなた知らねえで。好吧，来问一下站长好了。站务员。は、何のご用ですか？想要打听一下百合的事情。怪しろユリという人を知りませんか？綺麗な人だったという噂ぐらいは聞い。ん？どうしたんですか？怎么了？あ、いや、何でもないです。ここに立っていると、いろいろな噂が聞こえてくるんですよ。所以告诉我、什么传闻啊？綺麗な人だったという。好啦、继承人之印。さあ、一无所知。ないですね。好吧、谢谢你啊。なんじゃ、まだ話があるんか。随便问一下好了。林成家。怪しろ家について教えていただけませんか。あの家は呪われとるだよ。たくさんの人の恨みつらみで大きくなった家じゃからな。大家都说他被诅咒了。キクさんが殺されたって話も、ただの噂とは言い切れねえだ。随悲命。恨みつらみで大きくなったか。真的没听过什么好话哎。噂は聞かないと言っていた。この村には綾代家にまつわる伝説があるそうですね。キクさんはの満月の在满月之夜复活。出てきなさるだ。还会死人啊？死人が出るに違えねえだよ。あんた、早く帰った方がええぞ。あちこちつつき回っとるとキクさんが。あ、おお、恐ろしい。好啦好啦好啦。不要再讲了。君の悪い話だな。誰じゃそりゃ。ひょっとして、たまに見かける柄の悪そうな男かの。你也遇过。全ては満月。又来。あやしろゆりさんのことなら。为什么？熊田先生がよく知ってるようだで。あ、为什么你知道？熊田先生が。好奇怪哦。好了，我们去熊田医院吧。好扯哦。こんにちは。お、何の用じゃ。打听一下吧，百合的事情啊。お。啊？什么？原来他喜欢百合小姐啊。先生。どうしたんです？頬なんか染めちゃって。他刚刚还叫一声哎。なんでもないんじゃ。这不像是没事啊。先生、もしかしてユリさんのこと。な、何を言うとるか。ユリさんのことなら原神に聞いてくれ。为什么要去问玄信？さっさと行かんか。年が今なく照れちゃって。真是的。早行けというのに。哇，不给问啊。问一下啦，继承人之印啊。怪代家の後継者の印のことか。話には聞いたことがあるがな。没听过。哦，有听过，但不知道是什么。嗯，好啦，
去神乐寺吧。お邪魔しました。ほら、さっさと行け。干嘛那么生气啊？有小猫哎。神乐寺墓地，又是这个老头啊！あんたか、どうされた？こんにちは。お聞きしたいことがあって来ました。一样打听一下百合的事情啊。怪しろゆりさんについて何かご存知でしょうか？その名に行き着いたか。什么叫挖出来？話して信ぜよ。ユリはキクさんの一人娘じゃ。へえ、それ我知道啊。ええ、今は行方不明と聞いていますが。ユリはな、20年前この村へ仕事でやってきた青年と知り合ったんじゃ。二人はやがて愛し合うようになったんじゃ。じゃがキクさんの旦那が二人の仲を猛反対したんじゃ。身分が違うとな。しかしユリの決心は原来是私奔了、駆け落ちしてしもうたんじゃよ。そうだったんですか。そんな事情が。それでもユリは一人娘じゃからの、キクさんは後継者の証を持たせたようじゃが、二人が今どこでどうしているのかはわからん。幸せに暮らしておるといいんじゃがな。なるほどね。原来是私奔了。那问一下继承人之印吧。他好像知道耶。怪しろ家に代々伝わる非常重要的物品。大切なものらしいの。しかし。不过。それがどんな代物なのかまで、わしは知らんのじゃ。我以为是什么诅咒啊。アキラという人をご存知ですか？キクさんはそのアキラという男を孫のように思っとったようじゃの。当作亲孙子看待。ところがアキラの方はキクさんを小遣いをくれるばあさんぐらいにしか思っておらんかったらしい。所以是来讨钱的。小光是来讨钱的。それを知っていても、可恶啊。孫のいないキクさんにとってアキラは可愛かったんじゃろ。可是他是不良少年耶。啊、你认识神田吗？怪しろ商事の顧問弁護士じゃな。キクさんも信頼しておったようじゃ。打听一下林村家好了。村の人たちは怪しろ家に良くない印象を持っているようですね。对啊。不太好耶。確かにな。キクさんの旦那は。かなりアコギな商売をしとったようじゃが。相当黑心的買賣。それももう遠い昔の話じゃよ。わしから話せるがこのぐらいじゃ。ありがとうございました。好吧、回去医院看看好了。熊田医院啊。なんじゃ。不知道还有什么没问到啊。这个吗？没有啊。今まで話したことくらいしかし。哇，そういえば。はい、有了。あずさが今日も来たと。终于推主线了。薬だけ持ってさっき。小子也来了。今頃は屋敷におるじゃろ。あずささんはここに来ていたのか。哦，可以回去了。回去凌晨家吧。お帰りなさいませ。あずさ様がたった今お帰りになりました。ありがとうございます。小子回来了。あら探偵さん、私に何か？お聞きしたいことがあるんです。お時間をいただけますか？仕方ないわね。少しだけよ。好，赶快打听一下百合的事情啊！こ
我才想知道哎。大体あなた探偵でしょ。こんなとこでグズグズしてないで、ユリさんでも探してらっしゃいよ。ユリさんが見つからなければ遺産の分配ができない。哦，原来啊。我要打听一下继承人之印的事情。知らないわよそんなもの。好烦哦。私には関係ないわ。小光哎。アキラさんについて何かご存知ですか。あ、兄さんのドラ息子ね。不孝子啊。遺言公開の日もこっちだったけど。小子有看到哎。そういえば。その時アキラは誰かとこそこそ会っていたよね。偷偷跟谁见面啊？え、一体誰と？それはご自分でお調べになれば、探偵さん。有没有注意到什么事呢？何を話せっていうの？それともやっぱり私たちを疑ってるの？あなた就是要怀疑啊！本当に探偵？この家の顧問弁護士でしょ？頭は切れるらしいわね。機敏的人。会社の相談役にもなってるようだけど。幹事兄さんにとっておば様の個人財産なんてどうでもいいんじゃないかしら。怪しろ商事を自由にできることの方がよほど魅力的なことに違いないわ。ユリさんが現れないことを心の中で願っているんじゃない？蛮合理的。那二郎嘞？次郎についてなら探偵さんの興味を引きそうなことがあるわ。おば様が亡くなって一番困ったことになったのは次郎じゃないかしら。それはどういう意味ですか？社長の幹事兄さんと専務の次郎はね、会社の中で激しく対立してたの。剣拔弩張吗？今まではおば様がいたから幹事兄さんも怪しろ商事を思い通りにできなかったけど、今はもう兄さんの望むままね。我以为他们是互相帮助耶。幹事兄さんがいる限り専務の次郎は会社の中で小さくなってなきゃ。幹事さんと次郎さんにはそんな確執が。菊おば様の発言権は怪しろ商事でも絶対的だったよね。もう幹事兄さんから聞いたんでしょ？はい、どういったご用でしょうか。前に言おう。神楽寺の源信さんに聞きました。ユリさんは恋人と駆け落ちしてしまったんですね。はい、旦那様がお二人の仲を決して許そうとせず、結果家を飛び出してしまわれました。それでもユリ様は菊様の一人娘です。当家の後継者となられるのはやはりユリ様だと考えられるのではないかと。还有什么好打听的。神田弁護士について詳しく教えていただけませんか。立派な方です。菊様が亡くなられた時、私の話を親身になって聞いてくださいました。では一度探偵に調査を頼んでみてはどうか。原来是他建议的。有名な算是我们的牵线人吗？事務所の優秀な探偵の还真的耶。あなた様を教えてくださったのですよ。え、そうだったんですか。お会いしたいということでしたら。まずはお電話されてはいかがでしょう。打電話吗？神田様の事務所の電話番号は米16の短縮ダイヤルです。米16啊。電話。
へえ、じゃあ、じゃあ、いいな。はい、神田弁護士事務所です。申し訳ございませんが、ただいまの時間は受付時間外となっております。受理時間結束了。恐れ入りますが、おかけ直しいただき、好可惜哦。お願い申し上げます。こんな時間じゃ無理ないか。再问一次光少爷的事情好了。ああ、そうでした。茜に確認をしたのですが、あの日明様は何やら大きな荷物を持って屋敷の裏にある土蔵のあたりでうろついていらっしゃったそうなのです。仓库附近闲逛。何をなさっておられたのやら。土蔵？大きな荷物。可以去仓库看看吗？打听一下仓库。土蔵は屋敷の裏にございます。高価な骨董品がたくさん保管してありますので、入り口には鍵がかかっております。入口上锁。前にお話したことぐらいで、そういえば。村人からユリ様の話は聞けましたか？いろいろと。他にも様々な噂がと。君の悪いことも噂しておりましたでしょ。ああ、満月の晩に菊さんが蘇るという君の悪い話ですね。村人たちがいい加減なことを言って勝手に騒いでるだけでございます。そういえば、今晚就是满月。ちょうど満月ですね。那我要先回去了。満月か。そろそろ戻らないと、事務所に着くのが夜中になってしまう。绝对不是因为害怕。好了，赶快回去，赶快回去。空木侦探事务所。ありがとうございました。今日はこれでおいとまします。さようでございますか。それでは道中お気をつけて。失礼します。太好了，可以回来了。お帰りなさい。ずいぶん遅かったわね。私もたった今帰ったところなの。こんな遅くまで調査をしていたのかい？お互い様でしょ。それで、綾代商事のことだけどね。絶対的な発言権を持っていた菊が亡くなったことで乱作一团。綾代商事は大変みたいよ。それというのも実は社長と専務の対立にとうとう火がついちゃったらしいの。跟我打听到的一样耶。なんだって？今のところは社長の幹事が立場的にかなり有利なようだけど、専務の次郎だって黙ってないから、二人の対立はこれからますます激しくなっていくんじゃないかしら。幹事にとって新しい目の上のたんこぶってわけね。なるほど、ありがとう。すごく参考になったよ。そうなら頑張った甲斐があったわ。それじゃあ今日分かったことを整理して推理してみよう。好、推理一下吧。まず幹事だが、菊が死んだことで事実上綾代商事の実権を握ったことになる。一方の次郎は会社での立場が悪くなってしまった。金に困っていたあずさには菊の遺産が転がり込むことになった。そしてあの遺言書に書かれていたユリという行方不明の人物には、会長菊の全ての権利がそっくりそのまま譲られるわけだ。それともう一つ、アキラは土蔵のそばで一体何を？だんだん綾代家や綾代商事内部の事情が明らかになってきたわね。没错、差不多了。でも調査を依頼された菊の死の真相には近づけていないな。毕竟才第二章嘛。焦っちゃダメよ。私も協力するわ。じっくり進めていきましょう。ありがとう。とはいえ
今夜はもう遅いから調査の続きはまた明日にしましょう。私も綾代商事に関して他に情報がないか探ってみるわね。そうだ、明日は天地さんが行って、要去找天地先生吗？天地さんの部屋を出てから連絡もしてないし、心配させているかもしれない。我觉得不会耶。手剑凶杀案第三章啊。おはよう。今日もすぐに明神村に向かうの？好啦，先玩到这里吧。第二章结束了。好啦，先玩到这里吧。非常感谢大家的收看，我是史莱猫，我们下次再见喽，拜拜。